沖縄海岸にやってきました。目の前に見える、岩の切れ目、ちょうど画面の真ん中の方に向かって、ここから約100m ぐらい、下にサンゴ礁が一面に広がっていって、そこからはるか、外湾の方まで、びっしりとサンゴが広がっています。で、今日はちょっと風が少し強いので、もう少し収まってから行かないと離岸流が怖いので、それからエントリーしようと思います。から右の方に、行くと、またあそこの、半島のあたり、見えますけども、あの辺からずっと、テーブルサンゴが広がってます。で、ちょっと向こうの方はあまり行ったことないんですけども、多分船から一回行った時に一度あの辺で中を見ましたので、水深結構50メートル70メートル深いんですけども、大型の、魚とかまたサンゴとか礁が広がっている場所だと思います。で、入る時、自分がエントリーした場所と常に場所にして入らないと大きな事故につながりますので、気をつけてください。それじゃあ。